あれやエロディチャレンジっつよりリズムゲームチャレンジやろ。まずこれだけ取ろう。まずこれだけリザルト。いやバンドリ片手でやってる。これとりあえずクリアさえすればデータ取れる。取れる。クリアしなかったらリザルトって出んだっけ。あ、見れないんだ。そうだから、あ、絶対クリアをしなきゃいけないんだ。これ以上片手でやって、はいはいはい、終わったらもう一回やり直さないといけない。はい、次の曲。はい、次の曲。これさ、これ、はい、ゲームメーカーがやればいいんじゃないの？出してないの？出してないから運営は出せない。うん。アメさんがやる必要あるの？これ誰か使う人いるんですかこれ？じゃあ私が使いたいものを作ってるからいるでしょ。はい。これやる必要あるの？みんなやってる。みんなやってんのにデータないんだ。リズムゲームファンは自分でデータ取ってるんだ。割と取っちゃうと。取っちゃってる人が多いという。はい、一曲取れたわけですね。取れました。はい。何を計算してんのこれ？コンボ数。コンボ数。コンボ数取ると何がわかるんですか？コンボ数を取るとそのなんて言うんだろう、その、まあ、大体コンボ数とかでコンボが多いと難しいとか、なんかあとは簡単なのにレベルが簡単なのにコンボが多いとかいう楽曲はなんか連打、まあ、優しめ配置の連打とかで爽快感があるものだったりするから、そういうのから自分がどんな譜面をやりたいかっていうのが割り出せる。あ、それが類似検索って言ってるやつだ。そうなんだ。思考別類似検索ね。そうです。なるほど。はい。はい、OK です。はい。じゃあ次行きましょう。ゲームメーカーがさ、これ全部情報出しちゃえばさ、はい、ノーツ数とか、はいはい、あ、曲の長さぐらいだったらさ別にさ出していいと思うんですけど、はい、まず出してくれない。なんでだろうね。なんかぶっちゃけちょっと面白い話をすると、うん、オタクにはなんでとか関係なくて、なかったら自分で作っちゃった。なんでとか思ってないんだ。なんでとは思ってないんだ。なんかないから作ろうっていう。なんかオタクって大体なんか自分でないものは自分でやっちゃうから、ない、なんでないんだ、これじゃあ自分が不便するだろうっていう感情がなくて、なんかあ、ないんだ、作ろうってなる。割りつい人多いと思う。これもしかしたらイージーとノーマルと、ハードあったらさ、うん、全部やんないといけないの？全部やる。全部やってたんだ。全部やった。同じ楽曲3回とか4回やんないと取れない。4回から5回とかノーマル。あ、危なっ、ちょっと待って、あ、危な。クリアした。クリアした。はい。これ全体で何曲やったの？全体で一つ、まあ多いのは一つのコンテンツの平均が200から300だから、1234567832424200曲2400。多く見積もって2400200だと1600から2400くらい2400くらいの曲を頑張ってるからかな、データ集め。あー、マジか。頑張ろう。